はい、どうも、シャロンです。というわけでね、はい、いつまでも漆黒のガイスト開けてるんだ男の僕なんですけど、ポケモンセンターポケモンストアセットを僕、抽選外れたんですけど、外れたっていう話をしてたら、友達が売ってくれました。定価でね、しかも。まあ多分ね、これ買ってね、もう今、アドレックスの値段が下がりすぎていて、まあ、下がったよね、確かに。まあいらなくなったんだろうっていう感じではあるんですけど、僕はちょっと使命感があるんで、まあ開けましょうか。はい、開けます。俺もね、当たって家にあるんだよね。開けてないの？ね、そのやつ開ける、でも。今、単純にめんどくて開けれないけど、はいはい、どうせ開ける。まあ、発売した日に実質 1% 開けたからな。指疲れたわ。さてと、シュッ。ケースがね、もう、サンムーンの C 以降からメタリックになってきて好きなんで。あ、そうなんだ。うん、逆に初期の、なんだっけ、エクーザとか禁断の光とかの時は、なんかこの金キャラ加工じゃなくて微妙だった。さあ。来た。これでもさ、微妙じゃない？そう、うん。俺結構なんか、お母さん好きだけどね。死んだラプラスをさ、思ってるみたいな感じになってない？だって。え？これはなんかボールの中に入ってるんじゃないの？ボールの中に入ってる。いや、そうなんだけどさ、うん、なんかこの透明になってるせいでさ、なくなったラプラスをなんかこう、思う。ママみたいになってない？裏設定あるかもしんないけど、ね、実はそういう。絶対ないけどね。実はこの死んじゃったラプラスの子供と今戦ってるみたいな。なるほどね。いや、なんか、お母さんはね、かなりね、なんかその、可愛い女の子を見るとかそういうのとは違う目線ですごい好きなキャラだわ。はいはいはい。うん、メロンね。お母さん。まだマクは出てないんだよな、でも。マクは知らないでしょ。マクは、知ってる？俺ソードで戦ったの。マジか。マクワのさ、立ちモーションめっちゃかっこよくない？いや、確かにそんな感じだった気がする。それで SR 出てほしいな。惚れたもん。いや、出てほしい、普通に。ね、うん。出る人だってどうせこの流れで。あと、キバナとマクワだけなんだよね、確か。うん、開けようぜ。イエーイ！開けていいですか？いいっすよ。やったー。ベリベリって開けていいよ。マジでやっていい？ベリベリって。俺、今、これがやりたいんだ。これがやりたかったんだ。全然いいよ。俺もね、うん、欲しいカード別にもうないもん。スペシャルアート出たらごめん。これ前座。おぉ、ビビった、ビマックスだったわ。うわぁ、どんまい。いや、全然いい。全然いい。前座これ。前座。前座1号。カトレア引くために、あー、了解です。ダンドーラ呼んだ今日。あー、そういうことね。うん。いや、俺最近あんま引き強くないからね。あー、でも確かにそのイメージあるわ。でもバラ買いしてないからじゃない？まあ、それはある。うん。おっ、母さん。本領発揮してこうぜ。そうか、了解。メロンの SR 出たらちょっと俺買い取り考えるかな、これ。ああ、欲しいんだ。買い取っていい、ワンチャン。全然いいよ。ああ、でもどうだろう、もう家に綺麗に当たったな。下。上が欲しいね。スペシャルアート来たら熱いね。お！お母さんの説が出てきた。SR？ トレーナーズ SR だ。おお。なんだっけ、お母さん、アスナ。クヤはこっちだから。お母さん、アスナ、ピオニーじゃないな。いや、ピオニー？どっちだっけ、ドクターかピオニーか、キクコ。キクコはこっちな気がする。そうだね、うん。こっちがキクコ、ズミ、シャクヤだと思う。シャクヤ、白、うん、カトリアか。メロンか、アスナあたりならいいのかな。まあ、メロンがいいね。ふざけんなよ、お前。なんか。わし？わし。わしか。わしじゃよ。わしか。わしじゃよ。ベーガサーキットに行くんじゃ。あとは雪道にスケルカゲーミング。いや、SR2 枚箱あるよ。SR2 枚箱って本当に最近ある、まあ、UR と SR は出たわ。あ、待って。スペシャルアートと SR とかはなんかたまにある。あ、出たわ、この前俺、うん。え、ちょっと待ってよ。俺ってかそもそも動画でやったわ。SR2 枚箱。ああ。最近。なんかあるんよ。あるときは。出るときは出る。パートのおばちゃんに任せよう。パートのおばちゃん。パートおばにね。でもさ、おい、3枚箱だ。熱いね。ポケモンカードってマジでさ、本当にこのカードはダメみたいなさ、うん、即捨てても絶対恨めないよみたいなカードないよね。あ、まあ、進化とかがあるからね。そうそう。例えばだけど、死ぬほど弱いココドラとかがいたとして、はい、まあ、そいつだけになる可能性あるから、ね。次のパックでさ、ありえんほど強いボスゴドラが出たらさ、そうだね。そう、なんか活躍したりするじゃん。基本的に HP か逃げ入れか技のどれかが引い出てるやつだからね、どれか一個は。そう。
俺もさ、そのカードショップだから、うん、全部のカードをさ、日々管理するのって大変なわけよ。全種類のカードを。だからもう、こいつはしばらく、わかるよ。在庫の動きとか、見なくていいかなとかって分けてたカードがあったんだけど、気づいたらさ、たまに宝が出てくるんですよ。笑った。これもタコ負けだな。これタコ負けだね。まあでも、いいんだよね。ガイストの引ければいいって話だよ。そう。アスナもなんかもうちょい器用な効果にできんかったかな。相手のスタジアムだけとかさ。なるほどね。自分の巻き込んじゃうのはちょっと、ね、いただけないね。相手のだけだと強すぎたんかな。ちょっとこれは、ごめん。まあ、いいどうぞ。いろいろちょっと、俺のじゃないですか。事情あって。全然、事情あってね。紙とか、のんびり。あの、コンセプトが、あの、誰も触れてない無垢な、カトレアが欲しいっていうコンセプトだから。なるほどね。初めて覚えたいわけだ。いや、そんなこと言ってないです。そんなこと言ってない。なるほどね。いや、別に僕も何がと言ってないですけどね。うん、初めてになりたい。なるほど、うん。カトレアって、結構 SR のイラスト大人びたように見えるけど、うん、あの設定上だと一応14歳前後の少女らしいよ。ガキなわけね。そういうことよ。なんかもう黒ババドレックス引いてもさ、一番最初はさ、嬉しかったけどさ、全然嬉しくないんだよね。うん、もういっぱいあるもん。いっぱいある。しかも、ゲンガーに勝てなくね？うん。でもさ、不謹慎かもしれないけど、ゲンガーみんな手に入らなくて、いやでも結構ね、その手に入る手に入らんも地味に JCS があるとしたら、ちょっと考慮する必要あると思う、うん、今まで以上に。それな、うん、特にサンダースブリマックスとか、やめよっか、この話。一泊だけあげていい？いや、無理。無理。マジで無理。本当に無理。これ出た時、シャレじゃん。一生後悔すると思うから。何箱開けてると思ってんだよ。何箱開けてんの？いや、わからん。もう数えてない。あ、そうなんだ。俺今んとこ多分動画で6、6ぐらい開けてるけど。6は、ね、絶対超えてる。あ、どうする？でもそれ白な、カトレア当たってさ、なんか初期傷だったら。いやー、まあ、それを受け入れるよ、別に。なるほどね、うん。個性としてね。個性っていうかもう、俺は受け入れちゃうね。どんな姿になっても。はい。なんかね、こういうの俺めったにしないからさ、当たり前だけど。あ、基本やっぱカードの横に俺さ、トゥルルルッつってパラメーターでさ、値段がさ、スカウターみたいに表示されてるから、それでしかさ、もうパック開封に関してはね。うん、カトレア引退したら別な。カトレアは別でしょ。おだって、自引きしたいもん。なるほどな。最近なんか自引きした強いカードだったわな。いやでも俺それで言うともう俺白馬 VMAX の HR スペシャルアート引いてるからね、自分で。何も思わなかったけど。うん。強くね。この前は、ガイストでゼラオラのスペシャルアート引いたけど、はいはいはい、何も思わなかった。あ、ゼラオラスペシャルアートはまあちょっと微妙なとこだね。いやでも6000円ぐらいよ、全然、うん。まあ俺は引いた時嬉しかったけど。ちょっと待って、なんかめっちゃじらされるんだけど。じらさん。そう。あ、俺あれだ、なんかコルニ受け合いの SR2 回引いたわ。それ強いね。あ、違う、もっと大事なのってあれだ。マリーの SR 引いたわ。あの、シャインスタブリで。それはバケモンだ。なんか、一番最初の箱で。深夜に開けた箱で出たわ。マリーもな、出た、発売日の時点2万とかだった。だよね、2万ぐらいだったよね。開けたな。もったいぶるね。ギリギリまで。あ、パコンさんの方がいいですね。本当にやめて。失礼しました。マジで。地味にさ、シャクヤの SR とかさ、あのドリームボールとか出てさ、ちょっとだけ売れたよ。まあ、使わないね、マジで、うん、それ多分効果勘違いしてる人たちだよ。取った時に使えると思っちゃってる。そう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 。そんなん4枚入れるわ、うん、お、地味にこれ黒馬 VMAX ない箱だね。スペシャルアートあるかもだけど。うわー、大丈夫？俺こう同じ空気吸ってて大丈夫？いや、それはギリよ。それはギリ、あ、ギリ紹介したいよ、むしろ。ああ、なるほど、ね、親友の高松くんで挨拶しなさい。おお、あと5パックぐらいだね。え、ちょっと待って。サポ？サポかも。お、これはあるぞ。ちょっと待って、サポかもしんない、ほんとに。え、ドキ、やばい。サポだよね、これ。え、違う？ん？レアじゃなくて。え、これレア？レリーフある？レリーフあるよ。じゃあ。おい、やばい！
え、マジでありがとう。おー、出たね。マジで？なんだ、なんか、俺シャロンに吸われてるな。吸ってるわ、ガチで。いや、素晴らしい。ほら、カトリナちゃん、挨拶しなさい。赤松おじちゃんだよ。うん。よろしくな。うわー、よかった。終われるね。マジでよかった。おー。うわ、ビビった、ほんとに。いや、素晴らしいわ。なんで毎回こうなんだろう、旦那のやり方。ほんとだよ。えみたいな、俺から吸いやがってもこれサポの座るだよねっつって、あーもうなんか損した気分だ。いや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 、うわめっちゃ嬉しい。いやおめでとう、いいもん見せてもらった。PSA 出そうぜ。出しま、いやでも、ね、触られたくないな。わかった。 PSA の人に。おー、出るもんだね。これでね、多分俺ね、 SR と HR サポを全部引いた。これが最後だと思う。ね、あのキクコの HR 出てないか。そうか、カトリアの HR はなんか出してたもんね。俺こっからスペシャルド出たらもらっていくから。最悪いいよ。こいなんかバグで、こいバグバグバグで。最悪いいよそれは。もう俺今幸せの頂点にいるから。黒板 VMAX のスペシャルド、これ。全部うまい。それはちょっと悩むな。いやー、おお出たね。ああ、もうでもね、仕事ではね死ぬほど見てるけど、でもね、いや考えてんな。ほらな、俺は気をつけてよかったろ。よかった本当に。来い黒板スペシャルアート。ああ、まあ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 、それだけですね。ああ、なんかね、解放された感もやばい。まあそうだろうね。わ、うん、かるよ。わかるわかるわかる。俺もなんだっけな、タッコールスターズで SR ジマイバック引くまで出ませんって結局 10ボックスぐらい開けたんよ。マジか、うん。解放感はあったね、引いた時。いやおめでとう。コングラチュエーション。コングラチュエーション、この世だ。すばち。はぁ、あ。いやでも、うん、こういう出会いがまたあってほしいな、ポケモンカードに。久々にこんなに欲しいなって思う。ああ、なるほどね。カードが来たわけよ。はい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 。EV ヒーローさ、誰が来るんだろうね。まさきとかは。ああ、まさきはでもなんか安そうだな。確かに。まさきのメンテナンスもな、安いしな。まあだからね。でも白なのなんとかが来たら、まあ同じようなことになるかも。なるほどね。私シャロン4世代系はちょっとシャロンのツボかもね。そうなんだよ、赤城とかもね、うん、赤城来そうだな。めっちゃ欲しいし、ダイパリメイクのタイミングで絶対来そう。赤城は絶対来る、絶対来る。どうせ来るよ多分。あ、ボスの指令赤城だよ多分。あ、確かに、うん、間違いないわ。博士の研究七かまどいらなくね。でも巨大な七かまど来る。巨大な七かまど来るかもね。というわけで今回はこのポケモンセンターストアセットの開封でシャロン大勝利。おめでとう。俺も家で開けようかな。出るよ。いや、俺は堅実な男。なるほど、うん、あくまでパック開封は動画のためだ俺は。あくまでな。あくまでね、うん、プライベートでは開けない。はい、というわけでおめでとう。そう、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかお疲れ様でした今までな。はい、解放されたな。